家具雑貨大国のスウェーデンとアメリカで経営者として活躍するその道のプロ。彼らはこの後、実は日本の家具生活雑貨ブランドが世界に進出していた。この型に入れてないと輸送途上で潰れちゃって形がおかしくなってとか、ないできるんだったらない方がいいじゃんっていうのは、まあ、分からないもない。お客さんの声は大事ですが、ちょっとクレイジーな意見ですね。クレイジー、うわ細かいね。さらに海外のプロは家具の30年保証を実現する商品検査にも密着。君たちから家具を変えたら最高だよ。世界が驚いた日本、すごいですね。視察団、無印良品、ニトリ、そして着物、2時間スペシャル。最初の視察先、無印良品は大型家具から生活雑貨、食料品まで、近年国内だけでなく海外にも次々と出店。東京練馬区にある店長の今成と申します。よろしくお願いします。案内役はそしてこの後世界にも進出、ニトリの家具開発に密着。そこには海外のプロも驚く光景が。こちらが無印良品の商品開発をしているオフィスになります。ういうものです。端っこの裏側みたいなのについてもね。現在スペアボタンがついている位置はここ。検討させていただきたいと思います。皆さんに聞きたいんですけど、スペアボタンを使ったことがありますか？答えは出たでしょ。